大学生に独占禁止法の意義や重要性を理解してもらおうと、公正取引委員会が今日、佐賀大学で出前授業を開きました。この出前授業は、公正取引委員会がおよそ20年前から全国の中学校や高校、大学で開いているもので、今日は佐賀大学経済学部の学生およそ80人が受講しました。テーマは独占禁止法の役割で、九州事務所の柿内真嗣所長は、複数の電力会社が自社の利益を確保するために互いのエリアで営業しないようカルテルを結んでいた問題を例に挙げました。結果として電気料金が上がることにもつながり、消費者に不利益が出ているとして、カルテルを禁止する独占禁止法の重要性を説明していました。すごい身近なお話とか、企業さんとかが意外と独占禁止法とかに抵触しちゃってたっていうのがすごく意外だったので、今後社会に出ていくときに、自分たちも会社に勤めることになると思うので、そういう点は気をつけたいなと思います。公正取引委員会によりますと、九州事務所管内での出前授業は今年度すでに6校で行い、授業を受けたい学校を随時募集しているということです。